どうもこんにちは、うす。今回も FF4CC をやっていきましょう。あとは誰の試練が残ってるんだっけ？まず、ここにいない方です。ゲセヌ。シドカ、そういえばオープニングムービーで出てこなかったな。テラもいなかったですね。飛空艇とゲスの試練。いきなりフィールドマップから始まった。飛空艇があるので乗ります。あんた操縦できるのかい？だったらミシディアまで乗せて行ってくれよ。遭難して帰れなくなったんだ。ミシディアまで頼むよ。飛空艇のことならこのわしに任しとかんかい。飲まず食わずで、もう限界だよ。ああ、もう1分20秒しか我慢できない。な。ま、わしの腕ならいけんこともないがな。きっちり町の中まで連れてってくれよな。のんびりとメニューなんか開いている暇なんかないんだぜ。よっしゃ、出発じゃ。ここから操作できるようになります。制限時間内にミシディアへ向かいましょう。何気に時間制限イベントは初めてか。ローザの試練も時間制限ありましたが、あれは残り時間は出てなかったですね。言うてる間に着いた。さすが飛空艇だ。サンキュー、助かったよ。あいつ、遭難した割には元気絶ったな。飛空艇に乗せてもらえませんか？急いで薬を届けないといけないんです。そうや、大変ぜ。で、どこまで届けるんぜ？トロヤまで、60秒以内で行かないといけないんです。トロヤまで60秒？このシドに任せとかんかい。よっしゃ出発じゃ。次は60秒以内にトロヤです。トロヤってここからどう行けばいいんだ。まず西に向かい、エブラーナ大陸が見えるところまで行き、そこからずっと北へ向かいます。霊夢ナビ。森が見えた。着きました。ありがとうございます。急いで届けなくちゃ。仕事なんて早く終わらせてデートに行かなくちゃ。デートの方が大事かい。薬は、急ぎぜ、なかったようぜの。ファブールで事故が起きたんです。急いで行きたいんですが乗せてもらえますよね。今度は、何秒ぜな？できれば、40秒以内で。ファブールまで40秒？とっととの乱解。よっしゃ出発じゃ。次は40秒以内にファブールです。あれ？ファブールは北東じゃなかった？西に行く方が早く着きますね。ほんまや。9秒で着いた。ありがとうございます。私の自慢の鉄道コレクションが壊されてしまったみたいで。早く現場に行くんじゃな。そんな用事かい。お願いです。私をカイトの村まで乗せて行ってくれませんか？また随分とお急ぎのようじゃが。あと35秒で娘の結婚式が始まってしまうんです。なんじゃと？わしもローザの結婚式に出るのが夢なんじゃ。早く乗れー。よっしゃ出発じゃ。今度は35秒以内にカイポか。カイポは南西ですね。まずは西に向かい。ダムシアン城が見えたら南へ。うわぁ。砂漠地帯には降りられません。西側の草原に降ります。ここから歩いていくのか。ありがとうございます。あなたも娘さんか？娘の他にもいい子がおるんぜ。と、いいから早く行ってやりな。ねえ、おじいちゃん、僕を飛空艇に乗せてくれない？アガルトにいるおばあちゃんに会いに行くんだ。おう、いいぞ、わしに任せとけ。飛空艇なら30数える間にアガルトまで行けるよね？アガルトまで30、か、頑張れば、いや、もちろんぜ。よっしゃ出発じゃ。最後はアガルトです。これがラストか。西に止めた飛空艇に乗り、まっすぐ南へ向かいます。バロンすぎた。アガルト見えた。ありがとう、おじいちゃん、おばあちゃん待ってるかな？わしはおじいちゃん。リディアにもおじいちゃんと呼べー言うてたな。なんだか大変だったなシド。これくらいどうってことないわい。さ、出口を探すぞい。ああ、行こう。なんだ？雷か。あれは？わしの空を飛び回るコールサイハエメが、我が裁き受けるがいい。バトルか。ルナラム。おお、現れ方がかっこいい。ボスのルナラムです。なんだが。サンダガッタ、これはカウンター行動ですね。稲妻。今度は稲妻か。
物理攻撃にはサンダが、魔法攻撃には稲妻で反撃してきます。なるほど。またルナラムーは雷属性なので、雷属性のトールハンマーやランスオブアベルではダメージが軽減されます。誇張。なので他の装備に持ち替えるといいですね。そうか。フレア。ルナラムーの HP は9万です。ルナ系ボスの中では低い方か。ルナバハムートの次に低いですね。加速。なんか落ちてきた。フレアスレッジを手に入れた。シドの武器です。全員時間制限内に連れて行けた場合に落ちてきます。クリアのご褒美か。シド、墜落するぞ。出てきた。みんな、無事か？あのクソジジメが、わしらをハエじゃと？無事、みたいだな。先へ進もうか。フレアスレッジ、攻撃力250のシド専用ハンマーです。説明文には熱エネルギーを封じ込めたハンマーと書かれていますが、霊気属性です。炎かと思ったら霊気なの。でも追加でフレアを発動しますね。よくわからん性能だ。また両手装備なので盾は装備できません。力体力精神知性にプラス15の補正もあります。素早さ補正はなしか。さらに機械系特攻ですね。攻撃してみます。追加フレア来た。ちょっとしたアバンストラッシュ気分だわい。怖いです。タイムオーバーした時のセリフも見てみましょう。救うぜいならあっという間だと思ってたんだけどな。ま、いや、ありがとな。一応お礼は言ってくれた。あ、もうこんな時間、急がないと。いえ、ご心配いりません。薬を届けた後にデートの約束だったんです。それでもデートに向かうのな。あ、早く帰らないと。うちの子が私の自慢の鉄道コレクションを壊してしまったそうなんです。確かに、事故じゃな。あ、もう、介護の村で式が始まっている。待ってろよバージンロード。すまんの、しかし、35秒か。なんだよ、ずいぶんかかっちゃったな。おじいちゃん年なんだから現役引退したら。わしはまだ若いわい。最後のが一番きついセリフだったな。ちなみにシドは54歳ですね。プリンの洞窟。おい助けを呼ぼうぜ。ああ、俺らの攻撃がほとんど効かねえ。なんてこった。魔導士を連れてくるんだったよ。ここから月の遺跡をいくつか紹介していきましょう。試練ばかりでしばらく見てなかったな。まずはプリンの洞窟。プリンの洞窟というと、出たプリン族。このようにプリン族ばかりが出るフロアですね。物理攻撃が全然効かないんだな。ライトプリンガーのようなプリン特攻武器は例外ですね。ちなみに今のはライトプリンガーです。プリンガーでもまあまあ強い。またこんなプリン族も出ます。プリンプリンセス。どうして逃げるねん。一見見えプリンプリンセス。また出てきた。強運だな。このようにプリンプリンセス8体組も出ますね。ただしアラームでは出ないので狙っては出せません。アラームを使うなら月の地下渓谷の方がいいですね。そうか。ピンクの尻尾は落とさず。宝箱の眠る洞窟。ここは宝箱の眠る洞窟です。豊作じゃ。さらに左上に隠し通路があります。ペルセウスの弓、相馬の雫、金のリンゴ。ペルセウスの弓、ローザ専用の弓。性能は
こちら、精神打プラス15の補正もつきます。言うても精神だけか。なお利き手の左手に装備する方が攻撃力は高くなりますね。PSP 版でもこの仕様なんだな。ピクリマ版ではどちらの手に装備しても同じ攻撃力となりました。妖精の泉2。2って1と何が違うんだろう？ラストエリクサーを手に入れた。このようにラストエリクサーが手に入ります。これ1回だけ？いえ、訪れるたび何度でもです。ラストエリクサーのバーゲンセールだ。神秘の祭壇。レインボーローブを手に入れた。何やら貴重そうな装備だ。リディア専用のローブですね。性能はこちら、知性プラス10に加え、飛び道具、闇属性を除く全属性耐性を持ちます。闇以外の全属性耐性か。動物の小屋。問題。この小屋に動物が入っていくのでよく見ておくんじゃよ。ここは地下9階から11階までにある動物の小屋です。人形や豚が歩いてきた。それぞれの数を数えます。チョコボやクリリンも来たな。サザエさんは愉快だな。さて、チョコボは何匹いたでしょう？正解の数字の上に乗りなされ。チョコボか。覚えてないぜ。ブブー、外れ。残念でした。宝が没収された。もう一回ある？もう一度話しかけると何度でも挑戦できます。マジか。じゃあ正解するまでできるんだな。今度はカエルが出てきた。問題のパターンも変わりますね。大正解。なかなかの動体視力じゃのう、これ景品じゃ。ラストエリクサーを手に入れた。なんだラストエリクサーか。これで終わりです。溶岩の廃墟。地下29階から31階にある溶岩の廃墟です。ボムがいる。触れるとバトルです。シンボルエンカウントか。倒すと元の場所に戻っています。数も減っていないのか。メルトボム。新種のボムか。ちょっと様子を見ましょう。自爆。種花火だ。あれ？経験値なし？はい。このメルトボムは倒しても経験値は得られませんね。ほんとだ。何もなかった。ボムの右腕を見つけた。さらに右下の茂みには、ラストエリクサーを見つけた。ラスエリカ。エネジボム、ダークグラネード。このダークグラネードにこの魔法を当ててみます。サンダー。連鎖爆発。アイスストーム。ダイヤプント、ブレインガムと、ジュゲム、バヨエイン。ボムの右腕を見つけた。ボムのかけらを見つけた。あと一つ。ボムの魂を見つけた。お宝は以上です。神秘の扉。綺麗な水を手に入れた。薪を手に入れた。聞いたことのないアイテムがあるな。枯れ木の文様が彫られている。この扉を開けるために使います。綺麗な水を使いました。枯れ木がみるみる元気になっていく。これで扉が開くのか。蜂蜜を手に入れた。火の消えたランプの絵が彫られている。ここはまだアイテムが使えないんだな。キーとなるアイテムを持っていないと使えませんね。子グマの文様が彫られている。お腹がいっぱいになった子グマはすやすや眠り始めた。モンスターも出るんだな。はい、魔人竜が出てきますね。薪に火を灯して松明を手に入れた。あちち。ブリーナがいる。お人形を手に入れた。ここでは松明を使います。ランプは静かに燃え始めた。サ
寂しそうにうつむく女の子の絵が彫られている。ここでブリーナ人形か。女の子が楽しそうに笑っている。これで終わりですね。試練の山の記憶。地下33階から35階までにある記憶のフロアです。今度は記憶の方か、北西にある石碑を調べてみます。カエサルアーマーを見つけた。こんなところに鎧が。カエサルアーマー、セシル専用の鎧。性能はこちら、聖属性と闇属性の耐性があります。精神はプラス10。珍しい属性耐性持ちだな。ただし状態異常耐性がありません。クリスタルネイルは暗闇豚沈黙小人カエルバーサクの耐性がありました。なるほど、リボンあるならカエサルアーマーでいいか。お尻。バブイルの巨人の記憶。続いてバブイルの巨人の記憶です。懐かしの使い竜も出てきた。ムツの神が入っていた。ムツの神か。ムツの神、サスケの刀と並ぶエッチ最強の刀です。力と精神がプラス10の補正もあり、アイテム使用でブリンクが発動します。そんな効果まで。試し切りをしてみましょう。右手にムツの神、左手にサスケの刀です。合体。ムツケの刀、ムツの神。そして使用するとブリンクの効果です。分身と違って自分以外のキャラに使えるんだな。モンスターの巣窟。ここは地下13階から15階までにあるモンスターの巣窟です。シンボルエンカウントか。はい。そして逃げることができません。倒すと通れるようになります。ロマサガワンを思い出す。宝箱を守っているモンスターです。カオスナイトか。 HP は21,019です。うわぁ、クリア。カンスト。リビア最強。アスラのロッドが入っていた。これは誰の武器？パロム専用武器ですね。リビアは装備できません。アスラのロッド、聖なる力を秘めたロッド。性能はこちら、知性プラス15のほか、精神もプラス15の補正があります。精神もアップするんだな。そしてアイテムとして使用すると、アスラのロッド。補強、864。ホーリーの効果もあります。しかし弱かったな。アイテム使用だと精神に依存しないからですね。ブツブツ2167-3904。ブツブツ、何言ってんだ。ブブー、どこかで残念そうな音がした。これはおじいさんの言った数字を順番に踏んでいけばいいです。数字パネルがたくさんあるんだな。左上から時計回りに数字が大きくなっていってますね。となると2は左上の方か。ビシって音が鳴った。正解の音です。ガチャ、どこかで扉の開く音がした。これで扉の先に進めるようになります。じいさんの言ってることは同じか。最後の試練はこの二人の試練です。パロポロか。二人の魔導士の試練。ここは地下36階です。もうそんな深くまで来たんだな。うは、なんだこのどでかい岩壁。これは進めそうにありませんわね。ダメだ、びくともしない。あんちゃん、そこに何か書いてあるぜ。読んでみますわ。狭き門より入りて二つの道を乗り越えよ。二人にして一人の者のみこの苦難を越えられるであろう。狭き門、なんだかわからないけど他の入り口を探しゃいいんだろ。勝手にどっか行った。右に行ってみます。幼女の方か。セシルさん、どうやらこれが狭き門のようですわ。パロムも穴を見つけたようですわ。私たち子供しか通れないようですわ。ま、ここはオイラに任せとけって。天才に不可能はないって。慌てないの、壁の言葉を思い出して。二つの道を乗り越えよ。
簡単さ、オイラとポロムで二手に分かれりゃいいんだろ。私もそう思うわ。セシルさんたちはここで待っていてくださいね。くっそー、本当はオイラ一人で活躍するはずだったのに。その辺にしていくわよ。分かってるよ。まずパロムから動かせるようになります。スイッチみたいだな。よし、押してやれ、ポチッとな。あれ？何も起こらないじゃん。急に扉が開いたわ。パロム、そっちで何かした？こっちの扉が開いたわ。なるほど、こっちのスイッチでそっちの扉が開くんだ。そうみたいね。お互い連携を取らないとまずいみたいね。わかってるって、ま、オイラに任せときな。 LR でパロムとポロムの操作を入れ替えることができます。切り替えてみました。 FF6 のパーティー分割みたいだな。遠くで扉の開く音がしたわ。変わった部屋に来た。小人になった。ちっちゃくなっちゃった。小人が描かれたパネルを踏むと小人になります。ムチムチプリンプリンが回復した。こんなところを歩くって浮いてでもないと。レビテト状態になった。レビテトのパネルもあるんだな。これで通れるようになります。ポチッとな。ここはまだ入れないか。パロムに切り替えました。MP が回復した。これも MP 回復のツボか。カエルが来た。逃げた。カエルなら通れそうなんだけどな。カエルパネルがあります。これで通れるようになるんだな。で扉の開く音がしたみてえだな。ポロムに切り替えました。扉が開いてる。小人が出てきた。小人ならこの穴が通れます。 FF3 でもこんな仕掛けあったな。そしてモンスターが出るのか。1、戦うのが面倒なら逃げましょう。こんな感じでパロムとポロムを交互に操作して進めていきます。今度は豚のパネルだ。豚が、だったら豚になれば。豚になった。扉が開いた。途中でこんな岩があります。あのパネルはどうやって踏めば。何か動いたようですわ。ポロムの方でこんなスイッチがあります。岩がなくなってる。同様にポロムの方でも岩がありますが、ポロムの方でスイッチを踏むと岩がなくなって通れるようになります。マリオン。最後はこの緑のスイッチがあります。あれ、何も起こらないぞ。ここで行き止まりかよ。ポロム、そっちはどう。最後のスイッチを押したけど何も起こらないよな。こっちも最後のスイッチを押したけど。待てよ。そっか、二人にして一人。ポロム、せーの、で押してみよう。あの張り紙の言葉ね、やってみましょう。一斉。ノーセ。戻ってきた。セシルさん。二人とも無事だったか。当たり前だろ。何せ。パロムのおかげだけど、天才ってほどじゃなかったわよ。ともかく無事でよかったよ。さ、行こう。じいさんがいる。な、なんだお前。なんだ君はってか。真の、試練は、これからだ。来るぞ。ルナリバヤ。ルナリバヤとバトルです。大津波。最後もルナ系ボスか。はい。ルナリバヤの HP は135,000です。結構ある。大津波は最大 HP の4分の1のダメージを与えます。サンダーガー。カンスト。カンストダメージ。ブリザガー。ルナリバヤは雷属性が弱点です。
補強。シドの武器はフレアスレッジより雷属性のトールハンマーの方がいいですね。補強。おー強い。ミールストーム。これはピンチだ。カンスト。火炎も強い。ランスオブアベルは雷属属性ですからね。サンダーが。カンスト。マッコキ。ケアルが。カンスト。8835。火炎とシドが大活躍だな。あとはオート放置でいきましょう。大津波。煮てよし、焼いてよし。でも叩きは嫌。カンスト。ちなみにユナリバヤはカウンター行動はしてきません。そいつは楽だな。あら、もう勝っちゃった。あーわさびかしみる。ユナリバヤ撃破です。大きめのショエル。大きめサイズ。ふう、ま、こんなところかな。苦戦してたみたいだけど、今回も二人に助けられたよ。当たり前さ。調子に乗らないの。ツインスターズを手に入れた。なんだこれ、パロムポロム専用の腕防具です。ツインスターズを手に入れた。なんで2回言うねん。2つあるからですね。なおツインスターズの名前の由来はサンリオのリトルツインスターズからだと思われます。キキララのことか。ツインスターズ、性能はこちら。能力ボーナスは特にありません。そしてもう一つの特徴がこちら。二人掛けをするとこの魔法を 50% の確率で発動します。例の魔法か。もう一息よ。パワーをメテオに。いいですとも。ダブルメテオ。ダブルメテオきた。まった。それじゃ今回はここで終わりましょう。おつおつ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録してくれるかな。いいですとも。ご視聴ありがとうございました。